よう。そいつに近づかない方がいい。それ以上引き出すと仕掛けてある爆弾が起動する。何？そして俺がこいつを操作してもやっぱり爆発する。なんだよ、そいつ味方になったんじゃなかったか。河合の死体がある限り楠本さんは解放されない。だから俺が始末しとく。お前らはそこを離れてくれ。桑名、ダメだよ。ダメじゃない、もともとこいつが俺のプラン B だ。お前らが間に合わないようなら相馬と一緒にこいつを吹き飛ばしちまうってな。でも相馬を殺しちまっちゃ奥の黒幕には届かない。楠本さんはしがらみから逃げらんねえままだ。彼女には自首させてやれ。このまま全部隠し通したってあの人は何からも解放されないよ。罪を抱え込ませることになる。たった一人でな。その時あんたあの人のそばにいてやれんのか。できないよな。あんたももう闇ん中でしか生きられない人間なんだから。自首したら彼女またミツルと会えなくなるんだぞ。13年かかってやっと目覚ましたミツルと。それがお前の望む正義か。誰もが全員幸せになれりゃいいと思う。でも今俺が目つぶったら沢先生の犠牲は何だったんだ。彼女はもう声を上げることもできねえんだぞ。そこから目そらして何が正義だ。ならここにいる全員丸ごと吹き飛ばすしかねえ。できんのかあんたに。そっちが引かねえなら俺はやる。今まで何人殺してきたと思ってんだ。いや、あんたがそこまでのクズなら俺らはこんなとこまで来ちゃいない。あんたを助けに来たりしなかった。誰も手出さないでくれ。俺にはよ、タボ。桑名の言いたいことも分かっちまう。お前ら二人どっちが正しいか答えなんてあんのか。
Yeah!